佐藤正久は、日本の政治家、陸上自衛官。愛称は、ヒゲの体長。政治家としては、自由民主党所属の参議院議員、自由民主党外交部会長、外務副大臣、参議院外交防衛委員長、防衛大臣政務官を歴任。陸上自衛官としては、最終階級は一等陸佐、最終官職は、陸上自衛隊幹部学校主任教官。 第一種放射線取扱主任者資格を若手幹部時代に取得している。福島県生まれ。現在は埼玉県埼玉市北別所町に在住。福島市立佐原小学校、同市立西新中学校を経て、福島県立福島高等学校を卒業した。高校生時、実家の家計を案じて、授業料を要しない、防衛大学校と防衛医科大学校を受験し、 両方とも合格した後に防衛大学校に入校した。規別は27期、専攻は応用物理であった。自衛官時代は外務省アジア局に出向したほか、アメリカ陸軍式幕僚大学に留学。また、自衛隊海外派遣のうち、ゴラン高原派遣及び、イラク人道復興支援では、共に初代派遣部隊の隊長を務めるなど、 国際的な業務に多く従事していた。2004年からの自衛隊イラク派遣では、第一次復興業務支援隊長を務め、自衛隊が架けた最初の橋は、佐藤ブリッジと命名された。2007年1月11日付で、陸上自衛隊を退職し、第21回参議院議員通常選挙に、自由民主党の比例区公認候補として、立候補して、 25万1579票を獲得して、党内6位で初当選。選挙事務所で当選が報じられたとき、これからが新たな戦いの始まり、愚直に戦っていきますと述べた。講演会に資金管理団体を兼ねる佐藤正久を支える会、佐藤正久講演会などがある。2009年10月8日付で自由民主党国防部会長に就任。 2011年8月1日、新道義高、稲田智美と共に、移領党を視察するため、韓国に行ったが、金浦空港に行った時点で、韓国外交当局より入国を拒否された。2012年9月26日の自由民主党、総裁選挙では、石場主げを支持推薦人に名を連ね、石場の出陣式で応援演説を行っている。 同年12月26日に成立した第二次安倍内閣において防衛大臣政務官に就任。2013年7月21日、第23回参議院議員通常選挙で自由民主党の比例区公認候補として立候補し32万6541票を獲得して党内3位で再選。2014年9月、 自由民主党国防部会長に就任。2016年1月4日、参議院外交防衛委員長に就任。2017年8月7日、第3次安倍第3次改造内閣にて外務副大臣に就任。2019年7月21日、第25回参議院議員通常選挙で自由民主党の比例区公認候補として立候補し、 237,432票を獲得して、党内4位で参戦。2020年10月、自由民主党外交部会長に就任。日本の TPP 参加に賛成。村山談話及び河野談話について、いずれも見直すべきとしている。選択的夫婦別姓制度の導入に反対。内容2007年8月、佐藤は JNN の取材に対して、 以下の通り発言した。この発言は2007年8月10日付の TBS 系列ニュース番組で放映された。自衛隊とオランダ軍が近くの地域で活動していたら何らかの対応をやらなかったら自衛隊に対する批判というものはものすごく出ると思います。また佐藤はもしオランダ軍が攻撃を受ければ 情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれるという状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護するつもりだった、として続けて次の通り発言した。巻き込まれない限りは正当防衛、緊急避難の状況は作れませんから、目の前で苦しんでいる仲間がいる。普通に考えて手を差し伸べるべきだという時は言ったと思うんですけどね。その代わり、 日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと、経緯自衛隊イラク派遣当時から佐藤発言までの法令などは以下の通り。安倍内閣のもとで2007年5月から設けられた安全保障有識者懇談会は、自衛隊の宿営地とは別の離れた場所に他国の軍隊が駐留する場合に自衛隊が出向いて他国の軍隊と共同で警備、応戦する行為について、 これを駆けつけ警護と命名、定義した。そして、駆けつけ警護で武器使用の対象となる相手が単なる犯罪集団ではなく国家的な組織である場合には、現行の法解釈のもとでは日本国憲法が禁止している武力の行使つまり戦闘に該当する可能性があるとした。その前提に立って今段階では駆けつけ警護がそもそも 武力の行使に当たるものなのかどうか、集団安全保障と集団的自衛権の関係などの観点も交えながら、従来の政府見解、憲法解釈を変更する可能性も含めて議論しているところであった。批判この佐藤発言について、文民統制を無視した違憲、違法な行動を示唆する発言だとして、弁護士ら約150人が公開質問状を佐藤と、 小泉純一郎元首相へ佐藤に対して辞職を勧告するよう求める要望書を安倍晋三首相へそれぞれ送付した。参考に2019年8月2日、日本による輸出管理体制の見直しを大韓民国の文在寅大統領が強い表現で批判したことについて、盗人と田だけしと品のない言葉まで使っているのは異常だ。 日本に対して無礼だと非難した。2021年8月12日 TBS の報道1930に出演した佐藤は致死率の高いラムダガブが東京五輪開幕の7月23日に国内で初めて解析され国際機関に報告しながら8月6日に一部報道されるまで明らかにならなかった件について早く発表すべきだったが 政府の中でも情報が共有されていなかった。報道機関から問い合わせがあったから答えたと語った。五輪があるから発表しなかったのではと問われた佐藤はもっと早く問い合わせがあれば答えたという感覚。ラムダ株に対する意識の高さがなかった。空港検疫で見つかったとあれば発表すべき。それは内閣官房関係者も同じ意見だと語った。 当時航空幕僚長の田も上俊夫、織木良一陸上幕僚長などから佐藤正久を支える会宛てに政治献金を受けていたことが発覚している週刊金曜日に佐藤の支援団体福島地区佐藤正久を支える会が事務所の家賃を政治資金収支報告書に一切記載していなかったと報じられた2013年の第23回参議院議員 通常選挙の際に佐藤の選対本部スタッフが第6師団のある山形県で元自衛官たちに票の取りまとめを求める買収を行った容疑で公職選挙法違反で逮捕された。2015年9月16日、参議院特別委員会における平和安全法制の採決をめぐる混乱の中、理事会室前で民主党の安井美佐子参院議員にぶつかったとして、 後日、謝罪をした。ありがとうございます。